おはようございます、ただいまですね、夜の12時39分というところで、普段はこんな時間まで起きてないんですが、先ほどまで前回の動画でも出てたと思うんですけど、9時ぐらい前に出て、でそこから焼き鳥屋さん行って、で帰ってきてからちょっとだけ編集して、で、まあ、カット編集とか多少やって、もう1時間か2時間ぐらいして、であんまり遅くまでやったらまた生活リズム崩れるわと思って、まあ、今から寝ようと思うわけなんですけども、まあどうせやったら寝癖インホテルバージョンっていうのを見てもらいたいなと思うんで、まあ、自宅バージョンはよく平凡な一日で見てもらってるんですけども、まあホテルバージョンではどういう仕上がりになるのかっていうのをですね、見てもらいたいなと思います。今から寝ていきたいなと思います。おやすみなさい。おはようございます、起きて今がですね8時25分という感じで、チェックアウトが10時なので9時半とかでちょっと編集今してるんですけど、編集して、ほんでそっから今日は原宿とか恵比寿のちょっとサーフ系の店回りたいなと思って、でそっから静岡の方向いて高速乗りたいなと思いますので、いよいよ関西に向けて帰省を行っていきたいなというふうに思います。ではまずちょっと編集します。では結構編集頑張ったので、そろそろ準備してチェックアウトの準備をします。準備します。はい、それではですね、今から部屋出るんですが、僕はいつもこういう時に忘れ物をよくしてて、で嫁蔵が気づいてくれるんですが、今日に限って嫁蔵がいけないのでしっかり確認をしていきたいなと思います。特に忘れ物はないですね。これは機械ですね。これ忘れてますね、完全に。こんなもんですね。よし、あとは最後洗面台見て、洗面台も忘れ物がないと。はい、 OK です。では行きましょう。おはようございます。今日はほんまちょっとだけなんですけど、恵比寿のスタンダードカリフォルニアと原宿、あの辺のとこほんまちょっとだけ回って、でもう帰るとは思うんですけど、うわ、今日もすごいいい天気ですね。昨日30度超えてたらしいんで、今日も多分超えるんちゃうんですかね、こういう感じだと。やっぱりですね、朝はなんか無性にコーヒーが飲みたくなってコーヒーを買いに来ました。で、サンドイッチを頬張りながら、渋谷恵比寿の方に向かいます。のスペースがあります。じゃん、 あれが新しくできたとこですね、登山系の。でこれは前行った普通のとことですが、今日はノースには寄りません。まず最初は、デウス行って、次にロンハーマー行って、でそこから車移動させて恵比寿の方行って、スタンダードカリフォルニア行って東京を立ちたいなと思います。なので一番最後、東京最終日、今日が一番栄えてる場所に行ってるって感じなんですけど、おしゃれな街をブラブラしたいなと思います。はい、それでは原宿着きました。しかしこの辺は洒落てるし高級車が多いですね。僕はその中でもなんか地元感出しながら歩いてますが、全然よそ者の田舎者なんですけど歩いてます。多分これが出るしちゃいますかね、多分。あ、そうですね、これですね。ではちょっと行ってまいります。いや、行ったのは良かったですけど、残念ながらまだオープン前やって、先にロンハーマンに向かいましたね。おっと、見えてきました。これが僕が今まで雑誌とかでよく、オーシャンとかで、オーシャンズとか雑誌でよく見てたロンハーマンの千形屋店なんですね。では見てまいります。入ってきました。なんかここ限定のやつが、スニーカーがあるらしくて、バンズの高林のコラボ、高林っていうデザイナーの人が作ってるスニーカーが、黒のオーセンティックな形なんですけど、ちょっとカスタムされて
オールレザーであったんですけど、それはめっちゃかっこいいなと思って、1万6000円ぐらいだったんですかね、あったんですけど、 N ハリウッドのスニーカー買ってなかったら多分買ってたと思うんですけど、まあ今年の冬用にも黒はあるのでまあいいかなと思ってスルーしたんですけど、それは唯一ここしかないみたいなんで、多分好きな方多いんちゃうかなと思います。で、この後はもうデウスが空いてると思うのでデウスに向かいましょう。はい、それでは行ってきました。ですね、なんかデウスってその大阪とかにはセレクトでしかなくて直営店がないので、いざ行ってみたら結構数があって見応えがありましたが、なんかお兄さんがいいお兄さんおって、カリフォルニアとかオーストラリアに留学してるサーファーのお兄さんがおったんで、またそのお兄さんに会いに来ますって言って言ったんで、また近々行きたいなと思います。では、駐車場で車を取りに行きましょう。はい、それでは次は恵比寿に来ました。スタンダードカリフォルニアがもうすぐそこですね。この辺のですね、駐車場の料金が結構全部高くて、なんか恵比寿とかやったら安くても多分1500円とかなんですかね、20分で400円とか、もう多分すぐそこやとは思うんですけど、では2階みたいなんで2階に行って入ってみたいなと思います。僕結構前からここのサイトはずっと見てたんで、入るのが念願ですが楽しみです。はい、それでは行ってきました。ですね、なんか一応思い出にこれ買ってきました。で、店員さんとずっと喋ってて、なんかサーフィンする店員さんやって、めちゃくちゃイケメンやったんですけど、でその人となんかどこのポイントがいいとか、どこのポイントはローカルがうるさいとかっていう話を全部教えてもらって、まあ、そういう話をして、でカタログもらって、あとはなんかステッカーももらいました。で、今からですね、いよいよ東京を出たいなと思います。実際東京に出たのは2日間ぐらいしかないですけど、東京の皆さんお世話になりました。いろいろ店ご紹介していただいてありがとうございます。まあ寄りたいとこいっぱいあるんですけど、もうちょっと時間的に寄られへんかなというところで、唯一心残りなのは新橋の銀座さっていうところが美味しいって聞いてたんで、そこは行きたかったんですけど行けなかったのが残念ですが、また次回行きたいなと思います。皆さんほんまにいろいろ教えてもらってありがとうございます。大阪駅、さあどれぐらいかかるか。おお、497キロ、6時間。まあ休憩しながら行くので、まあ今日の日変わるぐらいまでに帰れればいいかなと思います。では帰ります。エビナって僕高速のサービスエリア全然知らないんですけど、それでも結構有名な場所なんで、なんかご飯があるんやろうということで昼ご飯を食べようかなと思ってます。でも結局いろいろ見てもラーメンなんですよね。いや、食べてきました。美味しかったです。あとは今からコーヒー買ってゆっくり帰りたいなと思います。今帰ろうとしたらですね、キッチハイクの方を今から乗せることになりました。どうぞ。はい、ありがとうございます全然今知り合ったばっかりやから名前も言ってないんですけど、はい、一応僕、逆にこっちが YouTuber の展開じゃないですか。終わりました。平日の夜の洗車やからガラス替えてめちゃくちゃ洗車しやすかったです。並びもないし、ここいつも結構並んでて5台とかひどい時10台ぐらい並んでる時あるんですけど、今日は並びゼロで終わったので、まあ、今からはあとは無事に帰るだけです。帰りたいなと思います。いや、無事帰ってきました。5日ぶりの我が家で嫁蔵がだいぶ寂しがってるらしいですが、無事帰ってこれてよかったです。で今回がですね、東京に車で行って、片道高速がだいたい1万円ぐらいですかね。で往復で2万円ぐらい、まあ、交通費は2万7千円ぐらいに感じでした。前回が大阪、今回東京で、来月鳥取なんですけど、ほんまにいい人にしか巡り合ってなくて、つくづく自分の運がいいなと
あのいい人に出会う運だけはあるなというふうに思いました。ではですね、まあ今回はですね、まあ、長い動画になってますが、車中泊系 YouTuber として4本5本動画見てもらって、ありがとうございます。まあ、今回は楽しい旅になりました。ではですね、見てもらってありがとうございました。Like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.